お待たせしました、おいじゃん。お待たせお待たせお待たせ。と、はい、皆さんお待たせしました。お、シギタン、シギタン生きがい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。生きがい、雷すごくない？全然、こっちは全然全然、渋谷はちょっと雨降ってたけど、こっちはあの帰ってきたら大丈夫、平気平気だった。なんかね、なかった、なんか怖いものなかった。みんなこんばんは、こんばんは、こんばんは。こっちは豪雨だった、かっこ写真集必死、読み方わからない、必死に守ってくれました、ありがとう。それはめっちゃ嬉しい、めちゃめちゃ嬉しかったそのコメント見たら、グルーチャーで見たけどめっちゃ嬉しかった。先ほどありがとうございました。お、ね、ありがとうございました。めっちゃなんかあのね、名前知ってるけど初めましてのあずきだった、刺繍ね、本当にあのね、結構まあまあいる、今も結構いる、そのステージ見てて名前めっちゃ知ってるけど、うん、なかった、あの会ったことなかった方、もうちょっと現場に来てほしいなさっき何があったの、ねビレイジヴァンガードさんの渋谷店で、あの今回2回目のコラボグッズを出させていただいて、そのイベントだったけど、皆さん来てくれてありがとう、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 嬉しい、たくさん来ていただきました。うん、嬉しい、本当に。なんか今回のイベント終わったら9月頃にタタキョンのイベントあるけど、でもあれあの別に私と喋るあれがないけど、以外はね今まだ確定みたいな、ないよ、ないの。一応ね今年中っていう目標でなんか計画したいなって思ってるけど、今のところは次がなくて、次直接会えるのね、なくって、まあしーって言えばよ、しーって言えばしあさってラジオがある、公開収録、明日はオンラインお話し会、あさってはラジオだけど収録、しあさっては公開収録だから、渋谷のね、だから会えるじゃ会えるけど、なんかその見る方の、また急まあでもあの喋れるわけじゃないよ、あのガラス越しだからね、別に。しあさって台風、マジかよ、本当？あ、待って、明日オンライン、今日パミイベント、明日オンラインお話し会、あさってラジオの収録し、あさって公開
ラジオめっちゃ直撃予報やで。マジかよ、宮地家よ。火曜水曜、水曜のお仕事基本室内だけど、基本室内だけど移動するのもね、宮地家よ。水曜の、お仕事はなんか私も内容あまり分かってないけど、なんかそんな、なんかあの終わったら言えるみたいな感じかも。だから告知はしてない。電車止まるんじゃない？え、そんなに？え、待って待って待って、本当？今北海道のあずきがコメントしてるよえ、本当？見る人が台風中継みたいな。そっか、あれよ、外で見るやつ、渋谷で。あら、公開収録何時くらい？え、14時40分くらいかな、わかんない。あ、あの前後私もちょっとちゃんと把握はしてないけど、あの台風なかったら来て、台風あったらちょっとあの集中できなくなっちゃうかも。ちょっと待って待って待って。見に来た小豆が飛ばされるのを見る街に、やだ、渋谷クロス F、 そう、一応だけど、リットリンクには書いておりまして一応だけど、衝撃だね、それは。だったらね、もし台風なかったら来て。まだ渋谷、本当にめちゃ渋谷行く、引っ越して渋谷住もうか引っ越して渋谷住もうか、どうしよう、家賃高いな。渋谷住んだらもうワンルームしか住めない。私ワンルームは無理、私は広い部屋に住みたい。あ、幸せって夏休みだから行ける。本当？もし台風なかったら来て台風なかったら来て。渋谷って家賃すごそう、調べたことないけどどれくらい違うんだろう。渋谷だったら、いやごめんね、話そらしちゃった。新幹線計画運休検討しているから。マジかよ、マジかよ、本当に。まあでも仕方ない、あの27日はラジオあるからありがたいこと、ありがたいことに、あ、駐車場代が家賃代感覚。うわ、渋谷すごいな。うわー、ちょっとね、まあ一応さっきコメントかわいい、え、待って、キュごめんね、そうそうだ。でもあの直接話せるのはね、明日は写真集のオンラインお話し会と、個人のファンクラブのお話し会両方やります。あ、個人のオンラインお話し会はファンクラブの会員のみになっちゃってるので、なってるので、ちょっとアセイちゃんの番組もそこだったんです。そう、セイちゃんの番組じゃないけど、セイちゃんの番組は多分現役メンバーしか出れないと思うけど、前セイちゃんの番組にそこで出てたわ、めっちゃ遠い昔。
更新したよ。更新、あ、更新した、あ、そうそうそう、ファンクラブ更新してくれた。そう、ももちゃんも、もっちゃんも同じところで、今回も卒業してから始めていく火曜日だから、連日連日連日、うん、連日だね、いろいろあるのは。もう私のスケジュール結構、本当に結構ある。いろいろ入ってる最近、本当にいろんなこと頑張ってる。いや、頑張ってる、自分のこともパミのことも。ももちゃんのラジオはキャスティング権ももちゃんが持ってるで。あ、でもそういえばももちゃん卒業してラジオ続いてる。すごいことね。マジ頑張ってて偉い、ありがとう。パミの次のコラボも決定、ほぼほぼ決定だね。決定一個ございまして、でもね、もそうだね、ちょっとスケジュール問題で思ったよりちょい先になるかもしれない。ちょいね、ほんとちょい1ヶ月くらい連れちゃいそうですが、連れちゃうのか、あれはちょっと仕方ない、スケジュール問題で。あ、ラジオ続いてる、えらい、すごい、すごいこと、めっちゃすごいこと。パミステッカーあったら買いたい。わあ、今回ステッカーシールありましたよ。ありましたよ。楽しみだな。ありがとう。ね、ありがたいことにラジオ2日間連続のラジオ。あ、でも1個は収録だから別に終わってから言うタイプなのかな。まだ告知してないけど。あ、パンダ丸さんから日、ありがとう、ありがとう。なんか全然誰も触れてないんですけど、私のテロップにパンちゃんいるよって。皆さん、パンちゃんのこと覚えてる人います？私あえて ショールームだったりグルシャだったり、パンちゃんうち来るって言ってなかった理由は、今日パンちゃんがイベント来てくれたから。今日パンちゃんがイベントに来てくれたから、なんか事前に言ったら多分パンちゃんどこってなっちゃうから、だからパンちゃんのことを知ってる人、今お風呂今お風呂だから配信してる。パンちゃんは、高校時代の同級生、同じクラスの子、遊びに来たよ。あ、待って、ドライヤーの場所を教えてなかったわ。大丈夫かな。ドライヤーはここ目の前。なんかね、ドライヤーってソファで髪の毛を乾かしたいの。実家とかでさ、洗面台だったの。でもさ、なんで立って髪の毛乾かすのってずっと疑問持ってて。なんだって、パンちゃんのこと覚えてる人どれくらい。昔パンちゃんが私の配信、顔出しはしてないけど、顔出しはしてないけど、何度も登場したんよね。最後はいつね。まあまあまあ、何度も登場したよね。覚えてるよ。本当？
声も覚えてる。ええー、名前は覚えてる。ほうほうほう。パンちゃんは高校時代の同級生で、今日北海道から旅行しに、どこいたっけ、北海道からの東京かな、その前どこ行ったの分かんない、後で聞いてみる。まあ後であのパンジャントークは後でするけど、見たかも、昔パンジャンとの会話の配信、だいぶ前だね、あれは。遠く来る。今日パンちゃんとすれ違ってた可能性あるのか。うん、多分すれ違ったから、だからあえて言ってなかったの。パンちゃんいるよーって。うん、あえて言ってなかった。そう、数日うちに泊まりに、なんかだってさ、旅行ってさ、結局ってさ、もうその場に着いてから一番お金かかるのって宿泊やん。うち全然いいよって、だからちょっとパンちゃんと。でも結局さ、毎日お仕事あるの。なんかその一日ずっと一緒にお出かけできる日とか特にてかなくって、それができないけど、うん、そう、一泊じゃないよ、一泊くらい、うん、もっとねえ、うん、なんかでも結局全部毎日お仕事入ってる、そのそうなの、何かしらラジオとかイベントとかお話し会とか、だから一緒にお出かけちょっとならできるけど、待って、スケジュール自分もちゃんと把握してないわ。でもパンちゃんも普通に一人で楽しめると思う、いろんなこと。うん、結構なね、意外と自分のスケジュールもちゃんと詰めてるな自分。まあ詰め、本当に毎日何かしらしてる最近。本当にいろんなところ行ってる。自分のためにパミのために、うわ。パミもね。どうなんかでも本当に最近パミを見せたら才能あるって言っていただくことが増えました。特にインスタグラムは、パミのインスタグラムは、自分で言うのもあれなんですけど、あのパミのインスタグラムは何だろう、その誰でも書けるものじゃない、自分で言うのもあれなんですけど、そうなの。ちょっと私も次の展開ね、あれこれね、次の展開はこれだけど、どうやって書くかをすっごい悩んでる今。うん、泊まりで覚えているのはリコちゃんだけだな。もうそうか、リコちゃん前回一番最近やのはセイちゃんだね。セイちゃん以来もう半年以上か。もう全然ないな、うちに。写真集を見たパンちゃんの感想が知りたい。お、まだ見せてない。そういえばパンちゃんお父の写真集いる？いるのかな。インスタね、パンのインスタ本当に見てみてほしい。騙されたと思って一度見てみてほしい。もしなんかね、いいなと思ったら
を持ってからあのフォローしてもいい、もう一回だけでもいいからちょっと見てみてほしいな。セイジはショールームしてない。うん、別にしてなかった。めっちゃいろんな話をしてた、卒業1ヶ月前くらいに。うちにもう1月のことよ、もうよ、怖い。結構めっちゃ結局今現役メンバーと連絡、でも最近は取ってないけど、この前一緒にご飯したのはせいちゃんだ。なんか定期的に会いたいな、うん、何年も前の今の前は確かにリコッチだね。去年の年末、あれもう去年の年末か、そっか、これくらいの時間感覚な。最近の時間感覚がちょっと、私この間ついこの間半年、卒業して半年経ちました。半年なんだって、あれもう半年経ったんだっていう感覚だった。でもねめっちゃ成長した今この半年間。本当に自分のいろんな、なんか人生のために、パミのためにいろいろ動いたし、もっと自分のこと大事にしてる感じがする。ね、半年間写真集の撮影したし、舞台も出てましたし、写真集の発売もしたし、ファミのコラボも一個できたし、これからももう一個ファミのコラボも撮ったし、よしのと、お仕事もまだちょっと時期が思ったよりだんだん遅くなってるけど、1個ちゃんと撮ったのはあるし、パミもコラボじゃない、とあるやりたいとあるものも一応話進んでおりまして。でもさ、結局さ、卒、なんかその前も言ったけど、グループはグループのペースあるじゃん。この時期にコンサートやります、この時期にお話し会、握手会やりますみたいな。で今なんかね、さ、なんかすっごい、あい、す、空いてると思ったら、あ、写真集の写真がなくなったか、パンちゃんが来るから。今思い出した、なんかずっと、なんか今日の私の背景がちょっとシンプルすぎないと思った。あ、なるほど。とか写真集もね、あの、カンコレも出てましたし、卒業して、いえ、カンコレ出てたよ、みんな、マチャリンが、すごっ、カンコレ出ましたし、写真集のお出し、お渡し会も3カ所行ったし、韓国旅行も行ったしもう韓国旅行は結構なんか急だった。あれはイベント全部いやイベント全部終わったから外したじゃなくて、パンちゃんがいるから、パンちゃんがいるのにうち自分の写真貼ってるの怖くない？ね、もうカンコレも出てましたね。本当にあのね、ありがたい、本当に。東京だけじゃなくて、もっといろんなところで、あ、韓国は単純に旅行だったけど、本当に旅行、何してたか、もうずっと食べてた。なんか最近韓国行ったよって話したら、周りに、え、なんか美容とかやってた？全く何もしてない、指一本もなんかその何もしてない、もったいないよね。ずっと食べてました、怖い、これずっと食べてました食べたか、あ、でもお洋服もちょっと買った、お土産もちょっと買った、以外ずーっと食べてました。怖っ、もう怖い、もう本当に引いたもん。こん
こんなに食べるのか。もう常に、え、お腹空いてない空いてない空いてない、怖い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 、もう食い倒れ韓国旅、本当よ本当に。今日のお洋服はね違います。今日のお洋服は名古屋のお渡し会終わった後に買った、名古屋で買ったお洋服、別に東京のお店でも東京のお店でも普通にあの売ってるけど、なんかちょうどね見てて可愛いって、あのビレバンさんとのコラボのこのイベントでね何着るかってなった時に、なんかねどうしようどうしようってなった時に買った。めっちゃ綺麗なお洋服を買った。あれあれブランド名何でしたっけ、リ待って、あ名前出てこない、あれよ、オレンジの、オレンジのめっちゃ、名前出てこないな、あ、パンちゃん出てきたかも、こいだオレンジのダズリンじゃなくて、パンちゃん来た、パンちゃん来た、いいよ履いていいよ、いいよ、一応前説はした、はな、パンちゃんいるよって話した、喋っていいよ、喋ったことあるパンちゃん、パンちゃんこんばんは、パンちゃんこんばんは、え、喋らないの、あ、喋りたくない、あ、そうなんだ、こんばんは、毎節一応あの説明はした、こんばんは、パンちゃんこんばんは、あ、そう、パンちゃんはなんでパンちゃんという名前かというと、ね、インターン、インターンでパンを作ってたインターンでパンを作ってたから、あのあだ名がパンちゃんになった可愛くない？別にあの学生の頃でさパンちゃんで読んだことないし、あ、パン、あ、インターンは大学、3年生、うん、3年生の頃、そう、分かりやすい、パンちゃん、パンちゃんね、そうなの、ちょっと久しぶりに会えて、今ちょっとうちに遊びに来て、本当にうちに人入れるのめっちゃ久しぶりだ、今自分の記憶ね、前せいじゃん、でもう一個前リコチ、もう一個前うちの親以外は12月にうちの親ね、え、その前は1月にうちの お姉ちゃんかも、全然記憶にない、本名かと思った、うん、パンちゃんは、パンちゃんのパン食べたことある、ないよね、私ないよね、ない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 なんか欲しいものあったら言ってね、でももう旅行してたからなんか多分何でも持ってるけど、ピオはもっと前、めっちゃ前、めっちゃ前、です、全然うちに来る人があんまりいないんだよね、うん、特に最近本当にない、もう久しぶりに人が来た、会うのはいつぶり、
すごい顔してるよ多分お互いすごい顔してる。何年前来え来てない、コロナ前、あコロナ前だった。えそんなに久しぶりだっけ。全然変わってないからそんなさ久しぶり感がない。えでも私結構変わったよね、痩せたよね、うん、めっちゃ痩せたよねってそうそうなの。コロナ前だったらえマジで痩せた、本当に痩せた、そんな前だった。パンちゃんと話すときは日本語が多いの？私は基本日本語しか喋らないのね。パンちゃんも普通に日本語分かってくれてるから大丈夫。あインターンはねあのどこだ、箱根だった。大学3年生だから。それ以上痩せたあかんで、いやでも太ったガチで、ちょっと最近この数日間ちょっと太った。多分あの韓国行ったあのものが今体重に1週間遅れ出てきたのかも。最近ちょっといいえ、もうチーム通ってるけどチームのもあれ言われた、あ言われたっていうかそのあれよ、私体重なんかあ今日も体重測ろうみたいなこと言われて、私今日太ったんですよ、今太ったんです、あまた測って、お確かにね確かに。あともね体脂肪が減った、体脂肪が結構減っちょっとねちょっと減った。逆になんでだろう、筋肉がついたのかな、ずっと歩いてた、歩いてずっと別にずっと歩いてるのが、うん、筋肉ついた分かんない、別にめちゃ運動し、あのあジムで運動はしてたけど、でもね本当にあのジムちゃんと通ってる、このついこの間も行った。だからね最近忙しいって言ってるのもなんかその常に自分とパミでもね、結局さジムとか整体とか針治療とかちょっと最近通い始めたのね、たうんジム特にジムと整体、それってさ結局自分のためにじゃん、結局自分のために体のために、うんという、うん自分のためだから通ってる別に。だからね最近割と何かしら毎日何かしらしてるは今日美しかったけどの、優しい足隠してた、偉いよね、努力よき。そうなの、いろんなところで努力してる、特にジム、この間本当にうー無理ってなって、あと1回で終わる、はい終わったと思った瞬間に、あと5回だよ、待ってマジかよあのね足コン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 でやったやつでコン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 、はいあと3回あれれれもううわー無理。ワイマツさんからお疲れ、ありがとう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 厳しい、そうガチで、これってスパイダルなのかサイコパスなのかわからないんですけどって言ったら、優しさですって言われてそうですよね、優しさですよねちゃんと厳しい、
ちゃんと厳しく指導していただいて本当に。優しさです、うん、もう通ってるからちゃんとなんかいろいろ教えていただいているトレーナーさんで、めっちゃね、嬉しかったですよ。ちゃんと私のスケジュールも把握してくれてて、カンコレの時もカンコレまであと何日間だから今ここ来たよ、ここ来たよとか言ってくれたり、なんかこの間行った時にパミのコラボなんかイベントでね、イベント中はお客さんいるから行けないけど予約は行くよって、3時からだよねって予約しに行くねって、へーってなった。嬉しい。だから今日もビレバンさんに行った、そういえばビレバンさんに行ったけど、イベント中はいなかった。なんか私は別に会ってなかったけど、めっちゃ嬉しい。マジャリは優しさに覚えてる。そうなの本当に。マジャリはショールームで見るよりも実物はめっちゃ顔小さいよね。本当ありがとう、ありがとう。うん、痩せた、本当に痩せたね。なんかそうなの、自分もね、昔の写真見てびっくりした。そういやビレバンの楽屋に書いたサイン、今度見に行っても見れないのかな。どうだろう、あれか、ちょっとスタッフさんに聞いてみないと分かりません。ちょっと見てみたいですって言ったら、あ、ちょっと待ってください、ちょっと一瞬待ってくださいで、ね、髪の毛乾かす、それともすぐじゃなくても、あ、じゃあ好きなタイミングで、え、ずっと喋れないのって嫌、それとも私たち自由に配信してよい、 OK、 座る、腰痛くない、じゃあこれ使って、えい、 OK お尻じゃないんだ座ってなくてもここにいいよ、ありがとう、ごめんね。あ、いやいや、座ってるけど椅子じゃない、椅子じゃない、うち椅子1個あるけど、なんか高さは今はソファに座ってるけど、高さはね、それかここに座る。本当に、あ、携帯いじってるか、そっか、え、ごめんね、え、なんかOK、見えないけど可愛い、可愛いだって、えへへへへって、もうパンちゃん来てるし配送少なめでいいけど、はい、配信ねうん、自分も思った。私もまあお風呂にいいタイミングでお風呂にも入りたいし、遠慮なさらず、過去誰が言うんとんねん、確かに誰が言うんとんねんうちやろ今ここはうちやろでもね、今日バスの中で結構いろんな話をしたね、なんか同級生の話、今に10、7で28の代だけど、クラスの中でなんかその1年半前、え、もし間違えたら修正してね、1年半前あれ同窓会やったらしくて、私はもうデビューした時に LINE を削除したの、あんまり公言してなかったけどLINE、 いや、デビューしてちょい経ってからか、 LINE を一回削除して、だからその高校時代のグループの LINE グループ別に入ってないから情報がなかったけど、同窓会あったらしくて、で子供いる人多分3人くらいいたの話をしたのね、3人でもね、パンちゃんも自分が把握してるのは3人、
実際わからない。でもさ、一つのクラスで50人くらいいるんじゃん。で、中の3人しか子供がいないって考えたら、え、待って少子化大丈夫ってなっちゃった。まあまあ、まだまだまだね、まだ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 ね、でもそういうのも少ないと思うよ。ね、どう思った。でもそれもあの分析したの。うちのクラスはちょっと特殊っていうか、そのテストで入る、なんかそのまあ成績いい人しか入れないクラスでもあって、いや私、まあ、ちなみにの話よ。私は最初はあのクラスじゃなかった。成績足りなくて必死にテストをして、そのクラス替えのテストもしてやっと 入れたから、結局私もね、あのクラスの中で成績は下の方つらい。だから別に自分はすごくないけ ど、あの同じクラスの人、結構すごい人、マジですごいよ本当に。はいはいはい、パンちゃん、はい、本当にすごい。マジあのしかもさ、みんながあの目標にした第一志望でさ、パンちゃんが入ったけど、パンちゃんが嫌だったの。本当はあの成績ちょっと良すぎちゃったから、 だよね合ってる。そう、あの一番入りたい学校よりいい点数取ったから、先生、親、先生、あ、二人かごめんごめんごめんよ、今すごい顔してた。先生と親に強制的に反強制、まあ強制的にみたいな感じで、第一志望の学校入れ入れみたいなことになって入った。成績が良かったからね、選択肢はもう第一志望しか。ちなみにうちのクラス50人中30人、30人くらい第一志望の学校、30超えてた気がする。はい、30くらい入ったの。なんかガチですごいよ。だからその、まあ、別に勉強すごい人だからじゃなくて、なんかその結構なんか努力してる人が多いクラスだからこそ、なんかお仕事頑張ってる人、なんかその人生の目標は安定よりなんか挑戦、いろいろ挑戦したい人が多いから、結婚とかも遅くなってるじゃないかって勝手に分析はしてると思う、先生。あ、だよね、はい。え、握手の話していい？いいの？なんか今日移動中に、え、最近どう？って聞いたら、なんもねえよ。握手した、なんもねえ。私も握手したくないと言われて悲しい、嬉しい、仲間いる、嬉しい。もうまあいい年、いい年ということで仲間ができましたもう自分も参加できますもうという会話もしてましたね。なんかクラスの中で3人子供、もうさね、少子化は結構やばいよね。もちろんまだまだこれから増えるだろうけど、もう四捨五入30手前の、え、あと2年後30になるの、私マジかよ、マジかよ。いや、パンちゃんはね、あの学年はね
もちろんあの学生の頃同い年だよ、同じクラスだよ。でもあの8月生まれなので、あのあれよ、日本の学年だと1校下、そう、台湾だと9月スタートで、日本は4月スタートじゃない。だからあ、ね、実際同い年だけど日本だと1校下だから27になったばっかりで、まだ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 なんという握手会なんという握手会、もう急なげに、まだ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 27。なんか高校時代の友達の話も更新してくれて、だってさ結局さね、聞かなくてもいいかごめんね、結局さ、と私高校時代の友達に連絡取ってるのはパンちゃんしかいない、パンちゃんしかいないよ。なんで考えるの、知らないよねいや本当にパンちゃんしかいないから、なんかうん、誰々最近元気みたいなことをなんか更新してくれて、あ最近こうなんだ、あ今例えばお店開く準備してるんだ、えらいとか、どこどこでなんだっけ、海外1年間行ったけどもう一回海外で頑張りたいみたいな、えらいとか、他にだ、うん、なんか同級生の情報を更新してくれて、情報アップデート、そうなの、そうなの、他のこと連絡取ってない、もうここは。でもパンちゃんも久しぶりに会った、久しぶりすぎもう被害はね、被害はうちの親しか、強いて言えばもう一人の子がいるけど、あのイギリスで留学してる子、それも高校時代の部活の友達、なんかクラスじゃないけど、うん、はい一人いるくらいかな、連絡先持って、普段連絡はしてないけど、パンちゃんに写真集の感想聞いてみて、写真集まだ見せてないわ、見なくてもいい、もう見なくて、見なくていい、そんな見なくていい、そんな、もう恥ずかしい、おやーんおやーん、見てほしい、いや大丈夫大丈夫、もう高校時代の友達、高校時代の思い出結構あって、でもねさっきも言ったけど、私後からそのクラスに入ったの、だから実際1年半分しかのと、私高校時代マジで遊んでなかったよね、あのガチで勉強してたね、なんか記憶にございませんみたいな顔してるよマジでそんなに遊んでなかったね、だってさ学校終わってパンジャのお家で一緒に勉強してたじゃん、みんなでね、終わってだって9コマ目ってさ18時20分までやめっちゃ覚えてる長えよ学校長え18時20分まだ勉強してたよ、で夜ご飯食べてまだ勉強して、マジで今思えばすっごいスケジュールだね、毎日ずっと何かしらを頭の中に入れるポコっていう生活だった、本当に尋常じゃない今思えば、ずっとあの社会人の言い方ですと残業
毎日残業してた。9コマだよ。ありえないよね、本当に。1日9コマ。で、終わってもご飯食べてまだ勉強勉強勉強。残業残業残業。毎日残業してた。あ、土曜日も学校行ってた。うん。部活はいつの時間してたの？高校1年生2年生なら8コマ。で、9コマ目居残りして部活みたいな感じ。そうなの。そうなの。そうなの。本当に。で、高3は物理的に9コマ目は授業だから。そんなにその気づいたらもうずっとだからこそはい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 、はい、だからこそこの前ね、うちのお母さんがね、数学の教科書を捨てたことに私がめちゃめちゃ怒ってたうわーってなった、悲しんでた話、それよ。私の青春、数学の教科書、私数学の先生すごかったね。はい、もう、数学の先生まだ学校にいる？もういない？え、もう一回の、のと？あ、LINE して。ちょっと、わかんない。え、待って、大手製抜け事務所なんで毎日残業5時間。あーはははあ、なんかね、今の手がめっちゃ怖い手してたから、何があったのって。うちらの次の次に、2台って言うんですか、終わったらもう学校はもうやめたというか、その年齢リタイア、急に喋った。うん、びっくりした。なんかあったの？え、どうした？2って何？と思ったら、あ、うちらの次の次とか、次の次の代まで。そっか。え、じゃあ、担当の先生は元気？元気？まだ学校にいる？高校卒業して9年か。宮地家やよ。ちょうど9年か。すごい、全然。え、じゃあ英語の先生は鹿先生？英語の先生元気？あ、元気だね、絶対元気だね。元気でケーキを食べてるよね、絶対。甘いもの、本当に甘いもの大好きな、甘いもの大好きな英語の先生、鹿先生覚えてる人いるんだ。鹿先生元気なの？うん、そう、鹿の子の子の AKB 時代にスタッフの同僚に台湾のお泊まりだんだ。そうこう、中学校のパンちゃん知らない人だけど、でも本当に一回ご飯してただけ、一回ご飯してただけで、全然そんなあれから連絡してないわ。そういえばあれ去年だよね、去年だよね、そう去年だ、卒業発表してからか、卒業発表の後か。全然あってない、あっという間すぎて、最近と遠すぎて、いろんなことしてる最近。うふ
パミもね、まずパミ、ま、今日ねたくさんね来ていただいてありがとうございました、うん、前回の反響が良かったからこそ2回目のコラボができました。ありがとうございます。うん、ありがとうございますね。次はこれのコラボでまたいろいろできるようにちょっと、うん、もうちょっと頑張る、いろんなところ。グッズ6種類届くの楽しみしてます。ぜありがとう、楽しみにしてほしいな。楽しみにしてほしい。パミグッズめちゃめちゃいろいろ考えて書きました。パミもマシャにももっと見つかっていこう。頑張るで、もうちょっといろいろ頑張る。今日はねたくさん来てくれてありがとうございました。パンちゃんも来てくれてありがとう。明日は写真集のオンライン話し会とファンクラブのオンライン話し会夜ね、うん、写真集のお話し会はもう受付はもう終了ということでもうできませんが参加できませんが、ファンクラブのお話し会はまだまだ売り切れるまでは参加できますのでお待ちしております。でもファンクラブに入らないとできませんのでお待ちしております。えい、では配信そろそろ終わります。今日も来てくれてありがとう、みんなありがとう。また明日もちょっと配信すると思う。また明日。ではランキング見たいと思います。よいしょ、どこだ。はい、いきます。13位はゆぴーさんです。12位はともさんです。11位はラーメンさんです。10位は横浜ショコラんって横浜ショコラウンテさんです。9位はエアビスさんです。8位はテルさんです。7位はクリームエールさんです。6位はヤピくんです。ありがとうございます。5位はワイマツさんです。おお、ぜひいろいろ楽しみにしてください。しばらくその情報解禁 しばらくはないな。もうちょっと待っててほしい。もうちょい待っててほしいかな。でもちゃんとありますので待っててね。4位は縄文さんです。ありがとうございます。3位は燃えるゴミゴミな人です。今日もいや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 、ね、仕事で間に合わず行けなくてごめんね。かっこときさんショールーム男女厚木より、ありがとう。まあ気持ちいいね。もうでももう注文していただけたらね、楽しみにお待ちください。続きまして2位はパンダ丸さんです。ありがとうパンダ丸さん、ありがとうございます。最後1位はしきたんです。トーク&特典会お疲れ様でした。早くグッズ使いたいな。あと2ヶ月くらい待っててほしいな。10月から、あ10月頃だもんね。もうちょっと待っててね。みんなありがとうね、本当にたくさんね今日も来ていただいたり、パミもご注文していただいたり嬉しいです。またね自分のこととかパミのこととか SNS に書きますので、パミのインスタ、違うパミのインスタ X、 マチャリのインスタ X、 TikTok、 YouTube、 ショールームもぜひよかったら見てみてください。
そしてマチャリンパーツと写真集奇跡と出会った時もね、今まだまだ絶賛発売中でございます。先月先月発売、まだまだ暖かいうちにぜひゲットしてください。以上以上です。みんなまた、ね、パミ仲の人もパミインスタの怒涛更新を使う怒涛でした。本当にうわめちゃめちゃ怒涛、自分で頑張った、めちゃ頑張ったはい、では皆さんまた、はい、明日もちょっと配信するのでよかったらぜひフォローして待ってください。ではでは皆さんおやすみなさーい。